会社に関わってくれた人の、まあ、夢を達成していきたいなっていうふうに思ってます。本当に人間対人間の力の全てが、お向き合い方だけ間違ってなければ、もう誰でもいいんです。マイホームの代表をしております、精神科の山本と申します。よろしくお願いします。マイホームの代表をしています五条と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いしま す。お二人とも代表なんですか？はい、共同で代表しております。あ、二人でこの持ち上げたということですね。はい、なるほど。北大阪ゆうゆう株式会社さんっていう、まあ、会社さんでこの精神のね対応したこうケアホームをやってはるじゃないですか。はい、なんでこのケアホームをやり始めたのかとかってあるんですか？はい、私自身がさまざまなその精神科医療に携わっているんですけども、まあ、その中で一人で安心できる環境っていうのがまあ少なくてですね、そこで私自身そういう場を提供していけたらいいなと思ってまして、それこそこうケアホームっていうところがあれば、世間のように普通にならず、それこそその人らしく生きていけるっていうのもね、かなり僕は歴史においてすごい大事なことだなと思いますし、その障害と捉えるのか、その特性と捉えるのか、そこで大きく変わってきますんで、そこで僕らは特性と捉えて、そこを伸ばしていって自分らしく生きてほしいと。僕はこう家業が40年ぐらい歯医者さんをしているんですけども、経営に携わっている中で地域の子ども食堂であったりとか、そういう支援をさせていただいている中で行き場のなくなっていってるっていうところであったり、世の中としてやっぱ日本はまだまだ孤立して住めるところっていうのが少ないっていうのをこう言われていまして、それで田山先生とはもう10年ぐらいの友人関係だったので、ちょっと一緒にやろうっていうことでマイホームを開設させていただくというような運びになりました。お医者さんっていう専門的な、まあ、医療的知識がある方と経営者っていう、まあ、そもそも専門家が2人いるわけじゃないですか。そこで働きたいっていう方であったりも安心だと思うんですよね。どっちかだけじゃなくて2人ともっていうのは激アツポイントかなって思いますね。利用者の方も従業員の方もそれぞれが、まあ、自分らしく生きるこうお手伝いみたいなものをやっぱりやっていきたいなっていうのはこう2人で共通のこう理念として持ってるなって思ってます。それがやっぱりこの会社としての引いたその施設においても同じ思いでやってるってことですね。お二人も多分そうですもんね。そうです、自分らしく生きたいね。そういうの感じますよ。それぞれの自分らしさはめっちゃひしひし。今後どういうこう展開とかを考えられてるのかなって思う。今はこの施設だけなんですけど、じゃあ他の人に合ったような施設の展開っていうのをこうしっかりやっていきたいなっていうふうに思ってるのが、まあこのサービスとして僕たちがやっていきたいと思うんですけど、働いてくださる方がいてるのはやっぱり会社なんで、子供が生まれたりとか、じゃあ生活環境を変えたりであったりとかっていう、皆さんのこう働いてる方の気概みたいなやりがいみたいなのをこう達成していただくために、その人のこう責任の中で新しい施設をやっていくっていうような、そういう展開で僕らのこの会社に関わってくれた人の夢も達成していきたいなっていうふうに。フランチャイズしたいからやってもらうじゃなくて、やらせてあげたいからじゃあフランチャイズやりましょうみたいな。そうなんですよ、働いてる人のそれこそ夢であって、まあ、生活を良くするもんね、僕はめちゃくちゃ大事な夢と思うんですよ。より給料を上げたいとか、まあ、いわゆるキャリアアップみたいなことですよね。そういうモチベーションをやっぱりこうスタッフの方にこう持っていただけると、普段よりもっと自分のこう才能を開花するんじゃないかなと思って、そういう環境にしたいな。マイホームの施設長をしていただいている、まあ、立場に言うんですけど、精神のこう施設であったりサービスをしたことなかったんですよ。あ、そうです、経験。そうそうそう、まだ若い会社なんで、はい、本当にこうみんなでこう膝つき合わせて、あ、どうかなこうかなっていうので、でも分からないこともやっぱりこのちゃんと調べれば、障害福祉ってちゃんとやっぱり行政が僕らに対して報酬を払うって仕組み、ちゃんとルールがね、明確化されてるんですよ。だからある意味、まあやりやすいといえば、はい、やりやすい部分でもあるんですね。ちゃんとこうルールが決まっている分野やからこそ、経験が別になくてもっていうことですもんね。はい、本当に人間対人間の力の全てが、向き合い方だけ間違ってなければもう誰でもできます。うわ、いや、これがね、本当によく言われる福祉とか介護とかの誰でもできる仕事っていうのは、僕は欲しいのよ。僕はそっちは思ってるんですよ。欲しいのをちゃんと持ってれば誰だってできるチャンスがあるんで、ありがとうございます。本当に今言ったこのもう誰でもできるっていい意味での、そこは本当に共感できる場所やなと思ったので、もうそういった方々ももちろんそうですし、その思いを持っている人であったりとか、それこそこう自分の夢をね、もう掴んでいきたいっていう、それこそ熱い思いを持っている人も、もちろん両方いいじゃないですか、はい、どっちも持っている人がここにいるんで、もう安心して来てくれたらっていう感じなので、はい、興味を持った方だったら一緒にね、やっていけるんじゃないかなと思いますね。はい、はい、そうですね、一緒に人生に向かっていけたらと思います。あ、素晴らしい、ありがとうございました。本当にありがとうございます。コモンスタイムズ
その方のお話聞けたりするんですかね。あ、もちろんです。もちろん、もちろん。それこそどういったね、場所でその方々が生活されてたりとか、それこそ職場はどういうところなのかっていうのを含めてちょっとお話を聞けると思いますので、はい。はい、見てね。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、いいですね。リクボ出てきた。ポンポン出てきた。絶対使いたい。動画の下にあるこのボタンから LINE 友達を追加してくれたら無料で介護の適職診断を受けられます。他にも LINE 限定でガップリンが取材に行った動画や大阪の新着求人情報を動画でお届けしますので、ぜひお友達になっておいてくださいね。皆さんに合った素敵な職場が見つかりますように。